ジョゼフ・フェッシュは、フランスの聖職者、ナポレオン・ボナパルトの叔父。ジェノバ共和国の傭兵であった、スイス人、フランソワ・フェッシュの子として、コルシカ島のアジャクシオに生まれた。母アンジェラ・ピエトラ・サンタが、センプの間に設けた娘が、マリアル・ティツヤ・ボナパルトであった。アジャクシオ大聖堂付け女であったリュシアン・ボナパルトの助力を得て、エクス・アン・プロバンスの神学校へ進んだ。 卒業すると故郷に戻り、司祭になった。1792年に一族でコルシカを追われ、フランスに渡ったが、ナポレオンの出世と共に陶器と小取引によって財をなすようになった。1797年にコルシカ党がフランス軍に再占領されると規制して土地を買い占めた。そうして、また本国に戻ると、ますます裕福になり絵画コレクションも始めた。 1801年にローマ教会との和解を目指したナポレオンがローマ教皇ピウス7世との間で政教条約を結ぶとリオン大司教、数ー教、ローマ駐在フランス大使、元老院議員を歴任した。これは一族の中から数ー教を出すことによりカトリックの支持を得ようとするナポレオンの意向によるものだが教皇がナポレオンと激しく対立して遊兵されると おいに講義をした。1814年にナポレオンが退位するとローマに亡命して姉と同じ屋敷で暮らした。1827年にはアジャクシオにフェッシュ美術館を建立して自身の絵画コレクションを収めた。ありがとうございます。